はい、皆さん、こちらキャプテンショーです。今回もいつもと違う動画を撮ろうと思って動画回します。まあいつも違うんですけどね。今回は12人の実況者に来ていただきました。イエーイ、イエーイ、イエーイ。今回みんなにはかくれんぼをしてもらいます。僕から最後まで逃げ切った人一人には30秒の売名チャンスを渡したいと思います。さっきね、リハーサルやったんで、キャプテンも結構もうかくれんぼの目になってると思う。しかもさっきまで使ってたってやね、通じないからね。キャプテンの動きを見れる場所がいいっちゃいいよな。で、キャプテンの動き見て、ちょっと隠れる場所も変えていくみたいな。あれじゃない、ちっちゃいのに隠れ、ちっちゃいのになって、こんなんでいいんじゃないかな。こういうとこになって、物資の中隠れとけば、バレないんじゃないかなって思うんだけど。見られるかな、物資の中って。いやー、マジで。これとかどう、ワンチャン。あ、これできないんだ。ここどう、ここどう。いや、どうしようかな。ここにするか。どうしよう。まだ割れないかな。もう時間ない。マジでどうしよう。本当にどうしよう。どっかブッシュなかったっけ。え、これいける、このブッシュの中。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、あ、よしよしよし。なんかさ、こうしてさ、ブッシュの中とかさ、あえてね、この中にブッシュで隠れるっていう、これ強いんじゃね。いや待って、さっきのさ、あれにしよう。いや、これもありだな。あ、待って、俺と同じ考えの人何人かいる。いや、あえて一緒のところに隠れよ。俺がバレないようにしようっと。あ、重なっておけばここで俺が倒されない確率が上がる。怖い怖い怖い。バレ。あれ、ドキンさん。これ俺をベイトするっていう作戦かもしれんな。このドキンさん作詞です、これ。違うな。どう？え、なんだろ、やばい、1分半しかない。どうしよう。え、ゴミしか見当たんねえ。このゴミが一番強いのがもう分かってるよな。一旦隠れて、移動 OK らしいから、誰に隠れようかな。普通にちっちゃいやつが強いんだよな。大学箱とか。これでいこう。わ、これ違和感なさすぎないか。緑だし、隣の椅子と。ここにしよう。いやー、これちょっとね、さっき決めたところがあるんよな。隠れようと思ったところがあるから、そこ行きたいけど、どこか忘れちゃったな。これ多分ね、こういうね、隠れれる場所がいいと思うんだよな。あ、これいいよ。これめちゃめちゃいい。俺が求めていたもの。さあ、時間です。どこにいるんだ。絶対に探し当ててやる。これだこれだこれだ。ないな。絶対に探し当ててやる。これだこれだこれだ。まずいまずい、もう近いし、もう近いし。ドアが開いてる。この中に入って隠れたのは間違いない。うん、違うな。違和感を探そう、とりあえず。ないねえ。お、ここないな。まあ、大丈夫そうなのか。いないな、ここにはいないのかな。ちょっとこれ斜めってね。大丈夫か。一応ね、チートで上にフレアガン解放まで17秒とあるから、15秒後に僕はチートを使います。でも見つかんない。チート使わずに一人ぐらい見つけたいけど、ちょっとチート使うの渋ってるけど、妄想使ってきそうだけどな。え、こんな見つかんない。一人ぐらいいんだろ。でも見つかんない。チート使わずに一人ぐらい見つけたいけど、無理。え、全然打たれそう。俺全然打たれそう。あ、怖、やめてお願い。あぶねえ。一人ぐらいいんだろ。怖すぎ。ここにいるはず。マジで？あ、やめた。すぐチート使います。よし、このチート部屋からフレアガンをゲットした。
発見。やばいやばいやばい、映っちゃった。そうくん、GG ですね、そうくん。終わった？一番最初に死ぬのは悲しい。GG ブロー。猫くんもお前勝ったと思うなよ。この中にも実は、この中にも実は、やーい、マナタン。いや、運いいな。運いい、いいわ、キャプテン。運がいい。うわ、一発のフラガンでちょっと3人は美味しすぎんな。どうも。めうちゃん、ジジイ、やだー、ジジイ、ドキさん、やばい、ドキさん、知りたくない。あ、クロン君、マップ作ってきてありがとな。いや、あえて一緒のところに隠れよ。俺がバレないようにしようっと。触っておけば、ここで俺が倒されない比率が上がる。ジジイ、来た、こっち虫の中で。ほら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 、クロン君、ほらほらほら、マップ作ってくれてありがとうな。絶対おとりにしたって。え、めっちゃコスパいいんですけど。頭いいね、これ。いや、これ俺ちょっとずる賢いけど、ごめんなさい。え、めっちゃコスパいいんですけど。ゲルン、まずい、ゲルン、まずい。これはおかしいよ、これはおかしいよ。もうこず、できた、やばい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 、見つけた。これはおかしいよ。いや、もうこずさんに今、もうこず、今いたよね。あれ、いたよね、今どこ行った。あれ、今いたよね。あれ、やばい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 、どこ行った。これ怪しくない。お盆さん、頭任せたー。頭任せだぁ。えい、バイキンさん。いや、バレてなかったのに。ぶつかったからね。バレちゃった。ちょっとずるいか。フラガン捨てよ。残り4人か。この中に隠れてたりしない。むずい、マジむずい。チート使わなきゃな。チートなしはむずすぎ。むずすぎだよ。こうなったらサンマルフィッシュを使うしかねえな。探すぞ、チートだ。いない？いなくね？嘘。あ、下が見つかんなかった。最終兵器を使う時が来ましたね。いなかったわ。マジか。いなかった、一人も。くっそー。決めたと思ったんだけど。ちょっと、キャプテンさん。ん？なんか、死んだんすよ、僕。なんで？なんか死んだ？なんで？わかんないっす。なんか死んだ。じゃあ、あと二人？ミニピョ GG。次の秘密兵器。これを使う時が来た。いないな。待って、終わった。こっち見て、こっち見て。終わった。いないな。
いないのか。意外とバレないもんだな。フレア弾当たるかどうかの運ゲーではあったけど、これバレる気せんけど大丈夫そう。こういう時に変な運持ってるからな俺。その変な運をここで、変な運じゃないわ、もう運を持ってる。俺は運男、アツオです。おいおいおい、口笛吹けよ。おお、来た。おいおいおい、口笛吹けよ。どこだどこだ。おお、どこだどこだ。おお、クララさん、バレたー。え、口笛クララさん、今の。あ、僕ですよ。ってことは最後の一人だよ。聞こえたかい。次ラストっすね。次で最後の一人だよね。次ラストっすね。じゃあその人の勝ちだ。でも刺すか。いやでも勝ちだからもう出てもらうか。じゃあ参りました。出てきてください。わかりました、ここです。どこどこだ。ここですって。どこ。こっちです。あ、それはわかんないよ。いやこれ最初、キャプテンショーツさんがここで一人倒したじゃないですか、うん、その奥のここにいました。うわマジか、そこにいたの。はい、やったー、ドキンさんの勝ちか。よっしゃー、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあここでドキンさんの30秒の PR 動画です。ドン。というわけで、今回キャプテンショットさんのかくれんぼを勝利しました。顔出してね、 YouTube で毎日配信やったり、動画投稿も頑張ってるのでね、ぜひ僕の YouTube チェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。サンキューです。はい、ということで今回これで終わりにしたいと思います。最後の面白いものができたので、今後もいろんな人を巻き込んだ企画をしたいと思ったので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そして出てくれた方たちみんなのチャンネル登録もよろしくな。じゃあバイバイ。